はい、ということで、2月19日土曜日、ついに初企画をやるということで。って言ってたんですけど、2月13日に初企画をしました。大変申し訳ございませんでした。はい、皆さんおはようございます。電車全敗です。ただいま大阪駅にいております。ただいまの時刻はですね、はい、5時57分6時前です。僕は今日はですね、ついに初企画をやるということで、前も言ってた通り6時30分発のサンダーバード1号を乗って敦賀まで行きたいなと思います。結構景色綺麗ですね。阪神百貨店が見えますね。なんかイルミネーションみたいな感じですね。特急券はもう先ほど買ったので、もうちょっと朝飯買いに行こうとちょっと思っていますね。朝飯まだ食ってないんで、ちょっと今セブン行ってきます。6時に開くので。じゃあセブン着いたんで、ちょっとなんか買ってきます。はい、ということで買いました。まあでもちょっとしか買ってないですけど、まあぶどう味のグミとワッフル2個と、あとはもうカフェオレだけですね。いや、まだそんな腹減ってないですけど、まあ一応買ったっていうことで。じゃあ今から改札に向かいましょう。はい、ということで改札入ったので、大阪をさらばということで福井県に行ってきます。11番線行くの久しぶりですね。11番線だけすんごいなんか綺麗ですね。電気のライトの色が全然違うのでね、あっちのホームと。6時30分発特急サンダーバード1号が、サンダーバード1号6時30分発と表示しております。列車は9両で到着いたします。ちなみにですね、今日僕が座る席はこれです。4号車で一番前の D 席ということで、まあ今一番前おるんやけど、まあ前面とか入線シーンを撮りたくて今ここにいております。一番先頭です。最初に言うのを忘れてたんですけど、敦賀行ってそこから観光するということで、廃線跡を見に行くので。あ、そろそろ来ますね。まあ雪積もってる廃線跡を見れたらとても嬉しいということで。11番乗り場は電車が入ります。ご注意ください。電車ブロックに1番に下がりください。11番乗り場列車は、さあ入線してきました。これが私の乗る電車で、サンダーバード1号金沢行き敦賀まで乗車します。683系の4000番台です。4000番台は9両なので、貫通のところはちょっと今回は見られないということで、ちょっと残念ですね。これが12両編成やったらちょっと見えとったわけだな。それでは今から4号車に乗ってきたと思います。指定席です。座席は青色、やっぱサンダーバードって感じですね。僕はこの席に座ります。683系4000番台の4号車の車内はこんな感じです。さあ6時30分大阪を出発です。この時207系と並走しました。次の駅は新大阪に停まります。
ここでサンダーバードの車内チャイム、北陸ロマンが流れました。ご利用くださいましてありがとうございます。6号車、7号車です。止まります駅などは次の新大阪発車後にご案内いたします。さあ新大阪に到着です。まだ早朝なので人は少ない。これは昼間だととても人が多くなっていきます。今回僕が座る席は一番前だったので目の前に大きなテーブルがついております。そこにコンセントもついておるのでとてもサービスです。実は右下にもちっちゃいテーブルがついており2箇所あるので物がとても置けます。ちなみに僕の朝ごはんが先ほど言ってた通り、ぶどう味の組とワッフル2個とカフェオレです。基本サンダーバードは新大阪を出ると次は京都なはずなんですけど、サンダーバード1号は高槻にも止まります。高槻を出て次は京都、貨物と離合しています。ここは島本駅を通過しております。130キロでとても速いです。電車がガタンゴトンガタンゴトン揺れて京都駅入線です。京都駅は1番線がなくて珍しく0番線があります。これは白浜駅でもあります。ちなみにこの電車は0番線到着です。そして2分ほど停車して京都駅を発車です。京都の次は1時間後に到着する敦賀に止まります。僕が降りる駅です。さあそしてトンネルをくぐって山科駅を通過です。ここで琵琶湖線と湖西線が分かります。サンダーバードは湖西線を通ります。車内紹介です。こちらは1号車にあるグリーン席です。ちなみに2号車以降は4号車と同じく座席は変わらないです。色はちょっと違うところもあります。そして3号車は一部女性専用席があります。こちらは4号車の後ろに乗るんですけど、ここはバリアフリースペースみたいで、バリアフリートイレ、洗面台までついております。2箇所のライトをついてるの本当にかっこいいですね。ほんで顔を洗ったりするときはこうしてカーテンを閉めることができる。これはすごいですね。さすがです。手もちゃんと洗えます。さあ湖西線を通り太陽に琵琶湖、とても綺麗です。ちなみにこの辺は蓬莱あたりです。電車は近江舞子駅を通過です。まだ雪は積もっていません。え、嘘やろ、マジでマジマジマジ雪あるやん、雪あるやん。え、これ敦賀絶対積もってるやん。え、これまだ後側らへんやで。まさか後側あたりからもう雪が積もっておりました。さあ新旭辺りではさっきよりもっと雪が積もっておりました。さあそして近江今津駅を通過です。駅の中まで雪が山みたいに積もっておりました。やば、もう田んぼのところもうガチ真っ白やん、積もってるやん。
奥の雪山、あっちはちょっとしか見えへんけど、すごすぎるだろ。これは初めて見た景色。そして先ほど別れた琵琶湖線とまた合流して大三塩津駅を通過です。大三塩津駅でもさっきの大三今津みたいに山みたいに雪が積もっております。大三今津よりもっとありますね。そしてとても長いトンネルをくぐって新疋田駅を通過です。もう新疋田手前で北陸ロマンの車内チャイムが流れました。敦賀の到着放送です。まだ北陸新幹線の工事中ですね。これはいつ敦賀駅は完成できるでしょうね。さあ敦賀に到着です。すんごい雪が積もっております。本当に奇跡で最高です。高校受験受かった嬉しさです。とても最高です。本当にはい到着。寒マジでバリて冷たいねんけども一気に冷えた。本当に楽しかったです。さあ敦賀に着いたということで、今から改札降りて廃線跡のところに行こうかなと思います。おっとこれはなんだ、恐竜か。本を読んでいる。かわいい。こんにちは。雪えぐ、え雪すごっ。すごい、雪さんの久しぶりやわ。あーこれマジで結構滑るな。ここでも結構滑るマジで。ほんじゃちょっと廃線跡のとこまでゆっくり歩いていきましょう。ちょっと一回雪の上ちょっと一回歩いてみますね。平らなところの方が歩きやすいのでね。おーあーこの音懐かしい。昔大阪にも積もっててちょっとこれ昔思い出すわ。すごいこれ。足跡見えるかなカメラ。すごっ。懐かしい。何年ぶりやろ。確かこの辺に廃線跡があったような。あったここ多分昔踏切で使われてたかと思います。うわこれすげえガチやねん。もうちょっとあの他の道通って奥行ってみましょう。はいはい、ついに着きました。僕が先週から行きたかったところ、ここです。廃線跡のところ。ほんま雪積もっててよかった。積もってないかと思った本当に。ガチでもう昔貨物船で走っていたところが
うわすごっ。え、反対側もここからずっと続いて海のとこまで確かありましたよね。踏切のやつまであるやん。え、残ってたのはすごい。それは僕も知らなかったですまあということでね、僕電車先輩のちゃんとした初企画をやったっていうことで、本当にガチで楽しかったです。サンダーバード乗って鶴が行って廃線跡に行ったという企画、本当に楽しかったです。また今度そういう企画がいつかあるかもしれないので、お楽しみください。楽しみにしておいてください。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ今回の動画は以上です。ありがとうございました。